あの、お母さん、ちょっと聞きたいことがあるのですが。ん？どうしたんだね、松村くん。てか私はお母さんじゃなくて、先生なのだが。あ、ごめんなさい。ついいつもの癖で。にしても高校生にもなって、先生とお母さんを間違えるとは、君もまだまだ子供だな。え、私ってそんなに子供でしたか？いや、全然子供だよ。先生も小さい頃はよく先生のことをお母さんって呼んでたけどな、いつの間にか先生って呼ぶようになって、自分も少し大人になったんだなって感じたよ。そうだったんですか。なんだかこっちが恥ずかしくなってきましたよ。なの？これ以上恥ずかしい思いをしたくないなら、ちゃんと先生を先生って呼ぶことだな。これ、先生って言ってみろ。先生？よし。これで君も立派な大人だ。褒められてるのに、褒められた気がしないのはなぜだろう。